こんにちは、ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますレンズはライカの、オールドレンズといえばこれという感じのレンズになります。エルマーの 50mm 人狼タイプになりますね。 A マウントはもちろんスクリューマウントのものになります。はい。でもってですね、今回はその中でエルマー、人狼エルマーの中でも非常に人気の高いですね、こちらの赤エルマーと呼ばれるパターンですね。この被写界深度メモリがですね、赤い刻印で描かれております。通称赤エルマーになりますね。でもってですね、この前玉にですね、ちょっとビデオだと見にくいかもしれないんですが、ブルーのコーティングがかかっているバリエーションになります。はい。ご覧の通り、エルマーの 50mm、F 値が 3.5、シリアルが100-3474ですので、1952年のドイツ製エルマー 50mm ということになりますね。52年ですので、ライカ M3 がですね、発売される2年前のバラナック型レンズということになりますね。バラナックレンズとしては、後期のものになりますね。はい。では、外観から見ていきます。外観はご覧の通りですね。目立つようなすれあたり、へこみとかですね、塗装の摩耗などありませんで、この鏡頭部分もピカピカですね。非常に綺麗な状態です。こう見ていただいて、落として歪んだりとかですね、どこかに強くぶつけたりしたような跡はなく、大変綺麗な状態です。はい。ですね。マウント部分も綺麗ですね。レンズですけれども、前玉にですね、わずかに吹きすれが、ちらほらと見えますけれども、ご覧の通りコーティングもしっかりとしておりますので、画質には全く影響はないものです。はい。後ろ玉は綺麗ですね。中玉にも曇り、カビ、バルサム切れ、の類は見当たりません。ちりほこりが、ですね、ちらほらと肉眼でも見えますので、念のため、末長くお使いいただくためにですね、分解、整備、清掃をご希望いただける場合は、オプションからお選びいただければ、格安にて受け負わせていただきます。はい。絞りも軽快に動作しておりますね。はい。羽の汚れ、油のにじみなどない状態です。はい。指で簡単にこう動作できますね。振動も滑らかにスムーズにできますね。はい。で、ロックもですね、しっくりと決まってまして、こう、グラグラしたりしないですね。ミッドヘリゴイドはややですね、この、軽すぎる感じがするんですけれども、ピントの、グリスの固着などは感じないですね。はい。無限ロックもきっちりとパチッと効いております。いいですね。はい。付属品がリアキャップとこちらのフロントキャップになっております。はい。ということで、バラナックライカの人気オールドレンズになります。エルマーの 50mm 通称赤エルマーになります。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。